2022年もう冬休みが終わって学校も仕事も始まっていますよね、はい、毎年今年の目標抱負って掲げるんですけれども、はい、去年ちゃんと達成できたかなってちょっと振り返るとですね、まあ、正直なこと言うと、いまいちだったかなと。毎年じゃないですか、 なんか今聞いた確か1年前も同じこと言ってませんでしたっけなんか割とね、あの最初の決めるときはすごく気合い入ってるんですけどね、はい、その後ちょっと続かないというかね、三日坊主じゃないですかそれじゃまるでまあちょっと反省はしております。なるほど、まあ、反省大事ですからね、はい、あの、はい、去年はですね、漢字一文字で表すと数字の1っていう風に、はい、あの一番簡単に書ける漢字だったんですけれども、うん、行動にするのは結構難しかったですね。なるほどね、はい、その時一番大切なことに集中するっていうことをね、うん、一番最後にしたのかな、もしかしてそんなことないんですけども、はい、なんかねいつも頭の中や心の中がいろんなことでいっぱいになってて、うんうん、あ、ごちゃごちゃしてるなっていうことがすごく多かったですね。あ、なるほどね、はい、まあ、あの1っていうことにこだわったので、そのごちゃごちゃに気がついたっていうね、それだけでもまあいいことかな、なんて、まあ、満足ですよね、はい、前向きに考えて今年もめげずに目標と抱負を掲げていきたいと思っています、はい、あの今年はですね、もっと具体的な目標と抱負を掲げてみようかな、なんて、あ、いいんじゃないですか、はい、ね、思っております、うん、ゴスペルレディオステーション、どうぞ1時間お付き合いください。